新しいチューナーですね。ボックスから出ました。ちょっと試してみたいと思いますけど、ストロボチューナー、ストロボチューナーですね。下の方がニックウィードよりも低いですね。上がってきました。その青がついた状態で合ってる。これチューニング合ってますね。早いですね。パッパッとオーバーってますね。ここ低いですね。G 低い。ブルーが下から上がってって、じゃあこれあれかな、高いと上の方に、あ、この状態で高い。結構サッと止まりますね。結構ピタッと止まりますね。まあいい感じですね。でも高いですね。ほう、使いやすいです、これだったら。どうですか、リペアの時に使う。リペアの時いいですね。あのディスプレイ見やすいんで、遠くからもね。字が大きい。字が大きい。いいですね、字が大きい。他のモードがあるかな。これが、あ、これを、これ左側があれですね。くるっと回ってきて上で止まるんだ。そうですね、下が低くて、多分、あ、そうですね、もし高い、ちょっと高くしますね。高くして、高くするとこっち右の方から右回りになるんですね。右回り。右回りに動くけれども、左側から上がってるとこう、音がちょっと低い。で、だんだん、右回りで上がってって、頂点のところに上り詰める感じで、あ、ありますね。そのモードも見やすいですね。もう同じですね。パッと速さ、スピードは全然変わらないですね。なんかいいか、気分によってくるくる回ってるのと、あの回ってなくても。使い分けできる。まあ、単純にあの上下っていう方が低い高いで分かりやすいのありますけど、回ってるのいいですね。ストロボチューナーって感じですよね、やっぱりこれね。じゃあリペアで使えますか、それ。そうですね。あのよろしいかもしれないです。まだ、お、回りました。これはくるくる回る。これも右回りですね。全体が止まると合ってるところ、うん、止まりますね、ワーンとね。ただブルーのインジケーターとか使えて、それパッと見遠くからでもっていうんだったら、この2か3のモードがいいですね。早いですね。なるほど。はいはい、止まりますね。